それではただいまから新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する東北新潟、共同メッセージにつきまして市立仙台市長による共同記者会見を始めさせていただきます。それでは最初に知事からお願いいたします。はい、先般、東北新潟共同宣言を発出をいたしました。東北の県民の皆様、皆さん協力してくださいまして非常にいい形で、患者数が減ってきて小康状態を保っているところでございます。しかしながらまたここで気を緩めますと一気に患者が増えてしまう可能性があるということで、東北6県そして新潟県そして仙台市長新潟市長9人で改めて、共同メッセージを出すことにいたしました。内容は大きく2つです。1つは県境をまたぐ移動などの自粛の継続のお願いがあります。県境をまたいでなるべく移動しないようにご協力をお願いいたします。2つ目は新しい生活様式の定着でございます。詳しくは今から説明をさせていただきます。こちらをご覧ください。次お願いします。先ほども言いましたように患者数が非常に落ち着いております。現在宮城県内で出ました患者数は88名でございますが、それがずっと一定を保っている。今日も今のところ患者は出ておりません。また一方で退院する方がだんだん増えてまいりまして、その日の患者数がずっと減ってきておりまして、今日現在13名の方が入院またはホテルで療養中ということになっております。13名まで減ってまいりました。次お願いします。しかしここで気を入れますとまた一気に患者が増えてしまう可能性があります。実際北海道では一時流行が終わって落ち着いたと思って気を緩めましたところ、また二次感染が広がって今非常に患者数が増えているというのが現状でございます。ここで気を緩めると大変なことになってしまうということです。次お願いします。再び感染が拡大すればどうなるのか。次お願いします。まず1つ目、医療崩壊が起こってしまいます。重い重症の患者さんが治療ができないということになってしまうということであります。そのためにもベッドを空けなければならない、患者数を減らさなければならないということであります。2つ目、学校の休校、とりあえず5月31日まで県立の学校は延長すると、休校延長するということになりましたが、これがさらに延長になってしまうかもしれません。3つ目は休業要請を先日全て解除いたしましたが、またこれを出さなければならなくなってしまう、せっかく開けたお店をまた閉じなければならないということも考えられるということでございます。次お願いします。そのためにぜひ皆様にご協力をいただきたいことを申し上げます。まず1つは、現在感染症の患者の数が非常に多い関東、関西、そして北海道などの他地域との移動を極力控えていただきたいと思います。また関東や関西や北海道から人が宮城県に来ることのないように呼び寄せるということを自粛していただきたいと思います。次お願いします。また東北県内であったとしても帰省や旅行の自粛をお願いしたいと思います。ゴールデンウィーク終わった後に休みの方もおられると思いますが、地元に帰ってこいということを控えていただきたいと思います。また皆様方旅行して、他の地域に県境をまたいでいくということも極力控えていただきたいと思います。次お願いします。そして日常生活もぜひ見直していただきたいと思います。次お願いします。この新しい生活様式というのは難しいことではありません。例えば買い物は少人数で空いてる時間にぜひ行ってください。ジョギングをする際も少人数で行うようにお願いいたします。また飲食は持ち帰ったり宅配という方法もございます。もちろんお店に行っていただいても結構でございますが、こういった方法も活用しながらみんなで患者が増えることを防いでいきたいということであります。次お願いします。ぜひ3密避けてください。3密とは改めて申し上げますと、換気の悪い密閉空間、
多くの人が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場所、こういったところを避けてくださいということであります。次お願いします。また手洗い、マスク、換気、人との距離は極力2メートル空ける、こういった基本的なことを守っていただきたいと思います。次お願いします。合わせて事業者の皆様にご協力をお願い申し上げたいと思います。休業要請が解除されました。また時短営業も解除いたしました。お店をオープンしたところもたくさんございますが、ぜひとも座席の間隔配置を考えてください。入場人数の制限を考えてください。頻繁な換気を考えてください。このようにしながらお店を開くことによって、患者が新たに発生しなくなることで信用度が増して、だんだんお客さんが戻ってくることになります。一気にお客さんが戻ってくることはないと思いますが、少しずつ少しずつお客さんが戻ってくるように、我々も一生懸命応援をさせていただきたいと思います。ぜひともご協力をよろしくお願いします。次お願いします。以上でございます。繰り返しになりますが、ここで気を緩めますと、また一気に患者が増えてしまう。そうなりますと、今までの努力が台無しになってしまいます。どうか皆様ご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは郡市長からお話をいただきます。仙台市長の郡でございます。はじめに、このゴールデンウィークの期間中、外出の自粛や、そしてまた営業の休止にご協力をいただきました市民の皆様方、事業者の方々に心から感謝を申し上げます。合わせて日々感染のリスクと戦いながら、大変な中を医療の現場で守っていただいている医療従事者の方々はじめ、私たちの暮らしを支えるさまざまなお仕事を継続されている皆様方に、改めまして市民を代表いたしまして、心から敬意を表し感謝を申し上げます。御礼申し上げます。ありがとうございます。4月24日の東北新潟緊急共同会見の際に、私からはこの地域が東日本大震災、新潟中越地震から立ち上がり、その経験を生かして心を一つにしてこの危機を乗り越えてまいりましょうと呼びかけさせていただきました。仙台市内におきましては、感染された方65名おいででしたけれども、この間にすでに56名の方が回復をされ退院をされています。4月24日以降、感染者はお一人、そして29日以降の感染者は今のところ確認をされていないという状況です。これはこの間の市民の皆様方、事業者の方々の大変なご努力のお取り組みの成果だと、このように認識をいたします。しかしながら、首都圏や関西圏など全国の状況を見てみますと、なお予断を許さない状況が続いております。県内では昨日施設の休業要請が解除されるなど、一部で規制の緩和が行われましたが、緊急事態宣言は継続中であります。また全国的には第2波の到来が確認されている地域もございます。この間の皆様方の並々ならぬご努力が水泡に帰すことのないように、決して気を緩めずに、不要不急の帰省や旅行など県外への移動をお控えいただくこと、また接待を伴う飲食店への外出は引き続き自粛をお願いしたいと思います。これからは感染拡大防止と社会経済活動、この維持の両立が重要になってくると、このように思います。日々の生活や行動を感染防止、これを基本として新しい生活様式に変えていかねばなりません。先ほど村井知事からもお話がございました。どうぞ市民の皆様方には、手洗いやうがい、咳エチケットなどの基本的な感染予防策の徹底とともに、
3つの密を避けていただくこと、そして身体的な距離、これを保つことなど、日常生活の中で確実に行っていただきますように改めてお願いを申し上げます。そして事業者の皆様方には、職場における感染防止策に加えまして、ローテーション勤務や時差通勤など引き続きお取り組みいただきますようにお願いを申し上げます。人と人との接触の機会を減らすといった身体的な距離の確保という観点では、引き続き皆様方の協力をお願いせざるを得ません。しかし一方で、市民の皆様方とのその間の心の距離というのを遠くしてはいけないと、このように考えております。お一人お一人の行動が自分自身の体、そしてあなたの大切な方の命を守る、そしてまた大好きなこのふるさとを守っていくのだということ、このことをぜひ東北新潟の皆様方と共に心を一つにして、さらに乗り越えるために頑張ってまいりたいと思います。なお一層のご協力ご理解をいただきますことをお願い申し上げて、私のメッセージといたします。ありがとうございます。